ここは三重県津市にある中川原海岸ですが、昭和30年の今日、痛ましい事件がこの海岸で起こりましたね。私立京北中学の女生徒500人が夏休みの水泳訓練中、あっという間に沖に流されて36名が溺れ死んでしまったんです。目撃した近所の人や引率の先生がすぐ飛び込んで助け出し、必死に人工呼吸をしたんですが、ついさっきまではしゃいでいた生徒の元気な顔は戻ってこなかったんです。みんなローティーンばかり。親御さんはどんな気持ちでしょうね。助かった生徒たちは近所の病院に収容されましたが、数時間前のあの恐ろしい生き地獄のような思い出に口もきけないありさまでした。それでもやっと笑顔を取り戻した生徒もいましたが、仲良しの友達をたくさん亡くしたんですからね、どうしても笑顔も引きつりがちでしたね。でも沖には流されたまま行方不明の生徒もいて、集まったお父さんお母さんは深刻な表情です。遭難したのは1年 C 組の生徒ばかりだったそうです。原因は海岸から100メートルのところに縦50メートル、横150メートルという水鉢型の溝があって、生徒たちが危険標識を越えた途端、足の立たない溝に落ち込んで溺れたんですが、約10日間の水泳訓練を受けただけの生徒ばかりなんですからね。全く監督していた先生の不手際というより他ありませんね。夏になると、こうした悲しい事故が相次いで起こります。十分注意してください。お願いします。